はい、こんにちは。英語の達人養成ジム師範大の深夜です。今日のテーマはこちらです。なぜ英会話の最中に文法や語順がめちゃくちゃになってしまいがちなのかというテーマでお送りしていきます。これはいろんな方から聞く言葉です。普段の練習では完璧にできていたのに、いざ英会話となったらボロボロでしたっていう声よく聞きます。僕自身も今まで何度も同じことを経験してきました。練習で例えば瞬間変作文やってたり、音読トレーニングの時には完璧な語順で喋れて文法ミスにも気づけるのに、実際英会話になった瞬間に、なんでこんなミスしちゃうんだろう、もうなぜ自分はこうなんだって言いたくなっちゃうような、もうすごいもう平凡なミスを何度も繰り返してしまうってことはよくあります。例えば例で言ったら、 I went shopping next weekend って言っちゃったりとか、来週のことを喋ろうとしてるのに過去形を使っちゃったりだとか、あるいはもう時制がミックスされちゃったりとか、 I will went shopping みたいな、 will と went が一緒になっちゃってるから、もう過去形なの未来形なの分かんないみたいな感じになっちゃうってことがよくあります。これは実際に英会話を経験したことがある人でしたら多分何度も経験している感覚かなと思います。普段の練習では絶対起こらないようなミスをしてしまうというのがこの英会話の世界です。本番の時には大体そうなってしまうというところですね。でこれで結構へこんでしまうことが多いかなと思うんですが、なぜそもそもこうなってしまうのかということに対して、ちょっと最近新しい学びを得ましたので、それを今回シェアしたいと思います。でこの学びを得たのは実は英語のお話ではないんですね。僕は武道がすごく好きで、昔から武道やってるんですけども、僕は英語イコール武道だというふうに考えています。英語と武道ってすごく似ている部分があります。ちょっとずつ積み上げていって、コツコツ積み上げた先に黒帯の世界があるみたいな、そういう感覚です。で黒帯になってからも、武道ってね、黒帯取ったからじゃあわーいって言ってやめる人ってあんまりないと思うんですよ。むしろ黒帯取ってからが本当の修行の始まりみたいな感じで、コツコツ積み上げて、もうなんか武道が自分の人生の一部になっているっていう方が多分多いんじゃないかなと思うんですが、英語もまさにその通りで、英語が自分のライフスタイルの中の一部になっているという方が英語の達人には多いんじゃないかなと思います。もう上を目指せば目指すほど、上になればなるほど、よりこう英語をやめなくなるというか、英語を続けていく人が多い印象です。まあそういう点で武道と英語はすごく似てるなと思っているんですが、今回僕が新しく学びを得たのは中国憲法の達人の先生の言葉です。僕はですね、これ YouTube チャンネルで見てすごいね感銘を受けました。僕が普段見ている武道のチャンネルがありまして、黒帯ワールドっていうタイトルのチャンネルです。これすごく楽しいので、もし武道に興味があったら見ていただきたいなと思うんですが、いろんな武術、中国憲法とか空手とか、まあ、いろんな格闘技武術の世界の達人たちをこう取材して回って、でその人たちの考え方とか生き方を見ていくっていう、そういうちょっとドキュメンタリー番組チックな作りになっているチャンネルなんですが、そこでですね、今回中国憲法の達人の宮平さんという先生、宮平先生の達人の言葉をですね聞いて、僕はもう感銘を受けましたので、まさにこの答えが詰まってるなと思ったのでお伝えしていきたいと思います。もうめちゃくちゃ強いと思います。間違いなくこの先生はもう動きとか見てると、もう明らかにすごい訓練を積んでる人なので、でその達人の言葉がすごく印象に残りました。でそれ何かというと、武術イコール避難訓練であるっていう考え方です。武道を学んでいると、どんな敵が来てもパパッとやっつけちゃうみたいな、そんなイメージがあると思うんですが、実はそうじゃないんだよってことをこのね宮平先生はおっしゃってます。でなぜならそれは武術は避難訓練であるからっていうことなんです。で避難訓練ってどういうことかっていうと、例えば学校とか会社で避難訓練やりますよね。火事になった時とか地震になった時にどう動けばいいのかっていう練習を普段すると思うんですが、じゃあ実際に自分がそのシチュエーションになった時に、例えば火事になって火に囲まれてしまったっていう状況だったりだとか、あるいは地震でものすごい大きな地震が来て、あらゆるものが倒れて崩れて自分のところに襲いかかってくるみたいなシチュエーションの時に、果たして避難訓練通りに動けますかっていうことなんです。ほとんどの人は動けなくなります。
どういう状態になるかっていうと、頭がフリーズしてもう完全に真っ白になってしまって全く動けなくなって、で大きな声も出せないという状態になります。でなぜならこれは恐怖によって自分が支配されてしまっているからです。で普通は避難訓練やってる人でもこうなりますよね。で武術も実は同じです。武道を普段練習している人であっても、いざじゃあ何か、例えば暴漢に襲われるとか、何か例えば通り魔のような人がこうナイフを持ってナイフを振り回しているような現場に遭遇した場合に、普段のこういう技が出せるかって言ったら、そんなことはないっていうのがこの師匠の言葉なんですね。宮平先生の言葉です。頭がフリーズして動けなくなって、でいざという時はもう大きい声も出せないんだぞというのが大前提ということです。でこの宮平先生の一番弟子の女性の方もこの番組の中に登場しているんですけれども、その方がまさにこれをおっしゃってたんですよね。すごい技をたくさん身につけている方なんですが、その方の口から出たのがこれだったんです。普段私は確かに練習をしてますと、だけど実際に男性に夜道で後をつけられたことがありますと。でそうなった時に自分が恐怖でもう頭が真っ白になってしまって、もう普段練習している技なんか頭の中からもう吹っ飛んでいってしまった、でかといってこう助けを求めようと思っても声も出せないみたいな、そういう恐怖に飲まれる感覚を味わったんですっていう体験談をおっしゃってるんですね。でそれがすごくリアリティがある言葉で、ああわかるわかると思いました。僕も本当にいざとなった時ってのは、人間ってのはやっぱ恐怖に飲まれた瞬間に普段やってることなんか全部吹っ飛んでしまうんですよね。これが現実です。なのでじゃあこの宮平先生どうおっしゃってるかというと、これがまずポイントです。練習の時の自分をあまり当てにしないというふうにおっしゃってました。つまり普段の練習が完璧にできてるからといって本番の時に同じようにできるというふうに最初から考えないようにしましょうよっていう考え方です。じゃあどうすればいいか、例えば武術の世界だったらどうすればいいかというと、宮平先生おっしゃってたのが、まずこうなることを前提に最低限こうなった時にできる動きを練習しておきましょうっていう言葉をおっしゃってるんですね。つまり例えば仮に夜寝てる時に強盗が侵入してきましたと、例えばドアをこじ開けて入ってきましたってなった時に、普段練習しているこの武術の技で倒してやろうなんて考えない方がいいということです。その代わりすぐにできること、もう頭がパニックになった状態でもできること、例えば一つの例としては窓を割るっていうことを言ってました。何かこう硬いもの、まあ、何でもいいんですけども、こういうなんか花瓶とかこういう水筒みたいな硬くて重いものを思いっきり窓に投げつけて、で窓を割るそうなんですね。で窓が割れるとその強盗はびっくりするわけです。で強盗が一番恐れていることは、自分がやろうとしていることが表に知られることですよね。なのでその家の中だけで完結させようとしていることを外へ知らせることによって、何か例えば警察が来たりだとか周りの人が通報したりだとかっていうふうになるのが一番恐れていることなので、強盗が。なので強盗に対してその心理的なプレッシャーを与えるために窓を割りましょうと。でできることならそれで相手が去ってくれたらいいよね。でもし去ってくれないんだったら自分がもう逃げるってことを考えましょうということをおっしゃってたんですね。武道の達人が言う言葉がそれなんですよ。普段やってる武術を使って逃げましょうじゃないんです。相手を倒してやりましょうじゃなくて、もう動けなくなることを前提にすごく簡単な訓練しときましょうよっていうふうに言ってます。でいざ本当に恐怖に飲まれたら、そのこういうのを窓に投げつけることすらできなくなるでしょうとも言っていました。だから最低でもこれをやるっていうことを、なんか一瞬で恐怖に飲まれた瞬間に反射的にこの窓を割るみたいな動きができるように、普段からそれを心構えとして持っておくっていうね、そういう練習が必要ですよっていうふうにおっしゃってたんですね。でこれはねすごく現実的なアドバイスだなと僕は思いました。で練習時の自分はあまり当てにしないけど、普段練習はしておこうよというふうにおっしゃったんですね。じゃあどうやってこの普段の練習を会話の中で、まあ、英会話で言ったら会話の中で使っていくことができるのかっていうのが、またここに言葉があります。普段のトレーニングを本当に起きるものとして捉えているかによって感覚が大きく変わるということです。つまり
例えば武術の練習で言ったら、ナイフを持った暴漢に襲われた時のトレーニングをしたとしましょう。そのナイフをこう避けてパパパパッとこう相手を倒すみたいな技を練習するときに、当然練習なのでスポンジの武器を持ちます。ナイフもスポンジ製で柔らかいもので、相手向かってくる相手も普段一緒に練習している道場生の仲間です。なので全然緊張感がない中でペッてやるわけですね。でそういう時には当然動けます。人間は恐怖がないので。でも普段の練習の時からいざこれが自分に本当に身に起きるものだって思いながら練習するだけで、だん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 この頭がフリーズするとか恐怖に飲まれるっていう状態から脱していくことができるんですよ。というよりも、まあむしろこうなった時にもこの動きができるようにしていく、そういうためのマインドっていうのが大事ですよっていうふうにおっしゃったんですね。で最終的にはやっぱりこの恐怖に飲まれた時に、まず恐怖を感じないってことはできませんので、恐怖を感じた時に自分がどれだけ平常心を保っていられるかっていうことにかかっているということです。ですのでこの平常心を保つために普段のトレーニングから本当に起きているものとして恐怖心を感じながら練習することで、だん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 このね恐怖に飲まれて動けなくなるって状態から出していくことができるというふうにおっしゃってます。でこれを英会話で例えたらどうなるかというと、まさにここですね。普段の練習が完璧にできてるって思ってても、それは実際に会話の中で使っているっていうふうに思っていないことの方がどちらかというと多いと思います。例えば瞬間英作文をやっていても、日本語から英語、日本語から英語っていうふうに変えていくときに、日本語文を見て、あ、これを英語に変えようって思ったときに、ちゃんと目の前の相手を想定して、その相手に向かって喋っている感覚で言えているかどうかっていうのがすごく大事です。ここができていないで、ただ本当に覚えたことを暗唱するだけみたいになってしまっていると、いざ本番の英会話になったときに、もう緊張してしまって、恐怖で、さすがにこの武道の恐怖ほどではないにしても、やっぱり恐怖に飲まれますよね。緊張して、まあ、金髪で目の青い人たちとこう話をしようと思った瞬間に、なんかもうそれだけで緊張するじゃないですか、慣れてないと。でそれでもう一気に頭がフリーズして体が動かなくなってしまって、でも声も出なくなってしまうみたいな、もうあみたいな感じで思ってる間にはもう会話が終わっちゃうみたいな感じになります。だからこそ普段から本当に目の前に相手がいると思って声出しをするトレーニングが必要になってくるということです。ですので今後もしね、瞬間英作文とか音読トレーニングをするときは、できるだけ相手を想定してテキストの例文を音読するっていう感覚じゃなくて、その場面の中で自分が使っているっていうイメージを頭の中でしっかり描きながらトレーニングしていくだけで、だいぶこういう状態が防げるんじゃないかなと思います。この恐怖とか緊張に飲まれて、全然動けなくなってしまう、英語が出てこなくなってしまうっていうことを避けることができるんじゃないかなと思いますので、そこを意識してもらうといいかなと思います。であとはもう一個ですね、この武術と英会話のちょっと違いというか、大きな違いはですね、宮平先生のおっしゃってたこととしては、武術というのはできるだけ一生の中で使わずに済む、そういう人生を送るのが最終目標ですよっておっしゃってたんですが、英会話の場合に関してはちょっとそれと違うので、使ってなんぼなので、なのでできるだけ使っていきましょうよというのが僕のメッセージです。でそのためにはどんどん実践の場に身を置くということも必要です。普段練習しかしてない人がいざ英会話になった時に、当然緊張と恐怖に飲まれて動けなくなってしまうってことはありますが、そういう方にとっては逆にその英会話の場数を踏むことによって、だんだんこの恐怖から逃れられるようになるというか、平常心を保った状態で話せるようになりますので、普段の技を出せるようになりますので、もし普段の練習が完璧にできてるなと思う場合はですね、できるだけこの英会話ですね、英会語になってますね、これ英会話です、英会話の経験をできるだけしていくっていうのがポイントになると思います。何度やっても別に英会話何回やっても体は傷つきませんので、ちょっと心がへこむと思いますが、一回また復活したらまたトライしていくってことができますので、武術に比べたら割と経験値を積みやすいんじゃないかなと思いますのでね、そんな感じでやっていただけたら、だんだんこの練習と英会話でのパフォーマンスがだんだんこう近づいてくるじゃないかなと思います。とはいえ 100% になることは多分ないと思います。ここが 100% イコールになるってことはおそらく起こらないです。なぜなら
会話する時というのは常に相手がいて、で相手の表情とかを読みながらこういろんな情報を得てるわけですね。でその上で自分が喋りたいことを頭の中で考えながら、そんで英語を使っていくので、その英語の喋ることだけに集中できるこの普段の練習とは全く環境が違うので、まあ、そういう意味では当然ここが 100% イコールになることはないので、まあ、感覚としてはまあ 2,3 割引きぐらいかな、 2,3 割減ぐらいをイメージしてもらうといいかなと思います。まあ、自分普段練習で 100% できてるんだったら、だいたい8割から7割ぐらい英会話で出せたら、もうそれは大成功と言っていいかなと思いますので、そこを意識しながら練習していただくといいかなと思いました。はい、ということで今回はなぜ英会話の最中に文法や語順がめちゃくちゃになってしまいがちなのかというテーマでお送りしました。普段練習で完璧にできてても英会話でボロボロになってしまうというのはある意味当たり前ですよということです。なぜなら英語は武道とすごい似ている部分があります。で中国憲法の達人の言葉としては、武術イコール避難訓練ですと。避難訓練を普段やっている人がいざじゃあ本番になった時にそんなにスムーズに動けるかって言ったら、そんなことはないですと。普通は恐怖に飲まれて頭がフリーズして全く動けなくなってしまって、大きい声も出せないという状態になりますので、練習の時の自分をあまり当てにしないというのが大前提になるということです。でその上で普段の練習をできるだけ実践に近づけていくためには、普段のトレーニングを本当に起きるものとして捉えているかという、それによって感覚が大きく変わってくるということです。単に英文のフレーズを声出しするだけではなくて、相手に実際に目の前に相手がいると思ってその人に語りかけるつもりで声を出していくだけでも大きく感覚が変わってきますし、本番でのパフォーマンスも変わってきますので、ここら辺を意識しながら今後の音読トレーニングとか瞬間演作文トレーニング頑張っていきましょう。で今回のこの元ネタになった動画、宮平先生の中国憲法の達人の言葉はですね、この動画の下の概要欄に貼っておきますので、ぜひ一度目を通してみてください。すごく学びがあって、単に武術の話だけじゃなくて人生全体に関わってくる部分じゃないかなと思いますので、お仕事とかにも活かせる部分多いんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では以上です。 Thank you for watching. See you later. スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。